第16章と第17章、クイック・ブラフ・マグニャン。この二つの章は、サイババからすぐにブラフ・マグニャンを欲しがった裕福な紳士の物語です。予備、最後の章では、チョルカー氏の小さな供物の誓いがどのように完了し、受け入れられたかが説明されました。その物語の中で、サイババは、 愛と献身で捧げられたどんな小さなものでも、感謝の気持ちを持って受け入れるが、同じものが誇りと傲慢さで捧げられた場合は拒否する、と示しました。彼はサッとチッとアナンド、純粋な意識、知識、私服に満ちていたので、単なる外面的な形式をあまり気にしませんでしたが、 謙虚な気持ちで捧げられた供物は歓迎され、喜んで熱心に受け取りました。実際、サイババのようなサドグルほど寛大で慈悲深い人はいません。彼はチンタマニの宝石、カルパタル、私たちの望みを叶えてくれる天井の木、カマデヌ、私たちが望むものを生み出す天井の牛、と比較することはできません。 これらは私たちが望むものしか与えてくれませんが、サットグルは私たちに最も貴重なもの、つまり想像もつかぬ、不可解な現実を与えてくれます。では、サイババがブラフマグニャンを与えてくれるよう懇願しに来た金持ちをどう扱ったか、聞いてみましょう。 裕福な紳士がいました。残念ながら名前と居場所は記されていません。彼は人生でとても裕福でした。彼は大量の財産、や土地を蓄え、多くの召使いと扶養家族を持っていました。ばばの名声が彼の耳に届くと、彼は友人に、自分は何も不足していないので、 シルディーに行ってババにブラフマーグニャンをくれるように頼むつもりだ。もしそれがもらえたら、彼は間違いなくもっと幸せになれるだろう。と言いました。友人は彼を思いとどまらせ、こう言いました。ブラフマーを知ることは容易なことではありません。特にあなたのように、 常に富や妻や子供のことで頭がいっぱいの強欲な男にとってはそうです。ブラフマーグニャンの探求において、一パイさも施さないような人があなたを満足させられるでしょうか友人の忠告を無視して、その男はトンガへの帰路につき、シルディに来た。彼はモスクに行き、サイを見た。 ババは彼の足元にひれ伏して言いました。ババ、あなたがあなたの元に来るすべての人にブラフマー神を見せていると聞き、私も遠いところからはるばるここまで来ました。旅でとても疲れていますが、もしあなたからブラフマーぐにゃんをいただければ、私の苦労は十分に報われ、報われるでしょう。するとババは答えました。ああ 親愛なる友よ、心配しないでください。ブラフマー神をお見せしましょう。多くの人が私のもとに来て、富、健康、権力、名誉、地位、病気の治癒、その他の現世的な事柄を求めます。私のもとに来てブラフマーグニャンを求める人は稀です。世俗的なものを求める人は少なくありませんが、 精神的な事柄に関心を持つ人は非常に稀です。あなたのような人が来てブラフマーグニャンを求めるのは、幸運で縁起の良い瞬間だと思います。それで、私は喜んで、ブラフマー神を、それに伴うすべてのものや複雑なものと共にあなたにお見せします。そう言うと、 ババはブラフマー神を彼に見せ始めました。彼はブラフマー神をそこに座らせ、何か他の話をして、しばらくの間、彼の質問を忘れさせました。それから、彼は少年を呼び、ナンドゥ・マルワディのところへ行って、ゴルピーを借りるように言いました。少年は出て行きましたが、 何度は不在で家に鍵がかかっていると言って、すぐに戻ってきました。そこで、ババは彼に、バラの食料品店へ行って、そのお金を借りるように言いました。今回も少年は失敗しました。この実験は2、3回繰り返されましたが、結果は同じでした。サイババは、私たちが知っているように、 生きていて動くブラフマーの化身でした。すると、誰かがこう尋ねるかもしれません。なぜ彼はゴルピーというわずかな金額を欲しがり、なぜそれを得るために一生懸命努力したのですか実際のところ、彼はその金額を全く欲していませんでした。彼は何度とバラがいないことを十分に知っていたに違いなく、 ブラフマーを求める者に対するテストとしてこの手順を採用したようです。その紳士はポケットに紙幣の束を持っていましたが、本当に真剣であれば、ババがゴルピーというわずかな金額を必死になって手に入れようとしているときに、ただ黙って座っていることはなかったでしょう。彼は、ババが約束を守って借金を返済し、 欲しい金額がわずかなものであることを知っていました。それでも、決心してその金額を前払いすることはできませんでした。そのような男がババに欲したのは、世界で最も偉大なもの、すなわちブラフマーグニャンでした。ババを本当に愛する他の男なら誰でも、彼にゴルピーを与えたでしょう。ババはこう答えました。 ああ、親愛なる友よ、私がこの場所に座って、あなたがブラフマーを見ることができるようにするために言ったすべての手順を理解しなかったのですか。要するに、ブラフマーを見るためには、五つのものを捧げなければなりません。すなわち、一、五つのプラーナ、生命力。二、五つの感覚。三、心。 4. 知性。5. 自我です。ブラフマーグニャン。つまり自己実現のこの道は、カミソリの刃を踏むのと同じくらい困難です。サイババはこの主題についてかなり長い講話をしました。その用紙は以下の通りです。ブラフマグニャンまたは自己実現の資格。 すべての人が生涯でブラフマーを見たり認識したりできるわけではありません。特定の資格が絶対に必要です。一、無目無主、つまり自由になりたいという強い願望。自分は束縛されていると考え、束縛から解放されるべきだと考え、そのために真剣に、断固として努力し、 他のことは気にしない人は、精神生活を送る資格があります。二、ビラクティ、つまりこの世と来世の物事に対する執着心がないという感覚。人は、自分の行為によってこの世と来世で得られるもの。報酬、名誉に嫌悪感を抱かない限り、霊的領域に入る権利はない。三、 アンタルムーカ、内向性、私たちの感覚は外に向かう傾向を持つように神によって創造されたため、人間は常に内ではなく外に目を向けます。自己実現と不滅の命を望む人は、視線を内に向け、自分の内面に目を向けなければなりません。4. カタルシス。 すべての癒やしい考えや感情を排除する。人は悪から離れ、不正行為をやめ、完全に落ち着き、心が安らかでなければ、知識によっても自己実現を得ることはできません。五、正しい行い、人は真実、苦行、洞察力のある生活、独身の生活を送らなければ、 神を悟ることはできません。6. 手礼や善をプレや心良いものより好む物事には善と心良いものの2種類があります。善者は精神的な事柄を扱い、後者は世俗的な事柄を扱います。人間はこれら両方を受け入れることができます。人間は考えてどちらかを選ばなければなりません。 賢い人は心良いものより良いものを好みますが、愚かな人は貪欲と執着から心良いものを選びます。七、心と感覚の制御、体は戦車で事故はその主人であり、知性は戦車の御者で心は手綱であり、感覚は馬であり、感覚の対象は馬の進路である。 理解力がなく心が抑制されていない人は感覚を制御できず戦車の御車の迷い馬のようになり目的地自己実現に到達できず生と死の輪を繰り返すしかし理解力があり心が抑制されている人は感覚を制御でき戦車の御車の従順な馬のようになり目的地 すなわち自己実現の状態に到達し、そこから再び生まれることはない。理解力を戦車の御者ガイド、とし、自分の心を制御できる人は、偏在する微手ヌ主、ヌシの思考の住まいである旅の終着点に到達する。8. 心の浄化。人は人生における自分の立場の義務を満足に。 そして無視無欲に果たさない限り、心は浄化されず、心が浄化されない限り、自己実現を得ることはできません。浄化された心においてのみ、ビベック、非現実への執着の解消が現れ、自己実現へと導きます。利己主義を捨て、貪欲を取り除き、心を無欲、純粋にしない限り、 自己実現は不可能です。私は肉体であるという考えは大きな妄想であり、この考えへの執着は束縛の原因です。従って、自己実現の目標に到達したいのであれば、この考えと執着を捨ててください。9. グルの必要性。自己の知識は非常に微妙で神秘的なので、 誰も自分の個人的な努力でそれを得ることは決して望めません。従って、自己実現を得た別の人、つまり教師の助けが絶対に必要です。他の人が多大な努力と苦労で与えることができないものは、そのような教師の助けがあれば簡単に得られます。なぜなら、教師は自らその道を歩んでおり、 弟子を精神的進歩の階段を一歩ずつ簡単に導くことができるからです。十、そして最後に、主の恩寵は最も重要です。主が誰かに満足すると、彼はその人に微米化とバイラギャを与え、世俗的な存在の海の向こうに安全に連れ出します。 事故はベーダの研究や知性や学問によって得られるものではありません。事故が選ぶ人がそれを得るのです。その人に事故はその本質を明らかにするのですとカタウパニシャットは述べています。論文が終わると、ババはその真摯の型を向いて、では、先生、 あなたのポケットには5ルピーの50倍、250ルピーの形のブラフマーがありますので、それを取り出してください、と言いました。紳士はポケットから紙幣の束を取り出し、数えてみたら、10ルピー紙幣が25枚あることに非常に驚きました。ババのこの前置を見て、紳士は感動し、 ババの足元にひれ伏して祝福を絶望しました。するとババは真摯に、ブラフマーの束、つまり紙幣を巻き上げなさい。貪欲や欲を完全に捨て去らない限り、本当のブラフマーを得ることはできないでしょう。富、子孫、繁栄に心を奪われているものが、 それらへの執着を捨てずにブラフマーを知ることがどうして期待できるでしょうかと言いました。執着や金銭への愛という幻想は、うぬぼれや嫉妬というワニでいっぱいの、深い苦痛の渦です。無欲なものだけが、この渦を超えることができます。貪欲とブラフマーは両極のように離れており、永遠に互いに対立しています。 貪欲があるところには、ブラフマーの思考や瞑想の余地はありません。それでは、貪欲な人がどうやって無執着と救済を得ることができましょうか貪欲な人には、平安も満足も安定もありません。心に貪欲の痕跡が少しでもあれば、すべてのサーダナ、霊的努力、和訳に立ちません。 行為の成果や報酬に対する欲望から自由でない博学な人の知識でさえ、無益であり、自己実現を得るのに役立ちません。グルの教えは、利己心に満ち、常に感覚の対象について考えている人には役に立ちません。心の浄化は絶対に必要であり、それがなければ、 私たちのすべての精神的な努力は無意味であり、無駄な見せかけと虚飾にすぎません。したがって、人は自分が消化吸収できるものだけを受け入れる方が良いでしょう。私の宝庫は満ちており、私は誰にでも欲しいものを与えることができますが、その人が私の贈り物を受け取る資格があるかどうかを見なければなりません。 あなたが私の言うことを注意深く聞くなら、あなたは間違いなく恩恵を受けるでしょう。このマスジドに座っている間、私は決して嘘を言いません。家に客が招かれると、その客と一緒に、その場に居合わせた家族全員、友人、親戚ももてなされます。ですから、その時マスジドにいた人全員が、 ババが裕福な紳士のために用意した霊的な共演に参加することができました。ババの祝福を受けた後、紳士を含め、全員がとても幸せで満足した気持ちでその場を去りました。ババの特徴、聖者の中には、自分の解放や救済を得るために家を離れ、森や洞窟、 案に一人で泊まる者が多くいます。彼らは他人のことを気にかけず、常に自己中心的です。サイババはそのようなタイプではありませんでした。彼には家も、妻も、子孫も、近い親戚も遠い親戚もいませんでした。それでも彼は世間、社会に住んでいました。彼は四軒か五軒の家でパンをごい、 常に、ニームの木の下に住み、世俗的な取引を行い、この世で生きる人々の振る舞い方を教えました。神のビジョンを獲得した後、人々の幸福のために努力するサドゥや聖者は稀です。サイババはそれらの最先端であり、それゆえヘマドパンとはこう言っています。 この波外れて超越的で貴重で純粋な宝石、サイババが生まれた国は祝福され、家族は祝福され、締結な両親は祝福されています。首里祭にひれ伏せみんなに平安あれ、第18章と第19章。 ヘマドパントが受け入れられ祝福された方法、サテシトデシュムク夫人の物語、良い考えを実らせること、フパデーシュの多様性、誹謗中傷と労働報酬に関する教え。最後の2章で、ヘマドパントは、すぐにブラフマグニャンを得ることを望む裕福な紳士がババによってどのように扱われたかを述べました。そして、次の二章では、 ヘマドパント自身がババに受け入れられ祝福されたこと、ババが良い考えを奨励し、それを実らせたこと、そして自己改善、誹謗中傷、労働に対する報酬に関するババの教えについて述べています。予備、サドグルがまず弟子たちの資質を見つめ、それから少しも彼らの心を動揺させずに適切な指示を与え、 自己実現という目標へと導くというのはよく知られた事実です。この点で、サドグルが教えたり指示したりすることは他人に漏らすべきではないという人もいます。彼らは、その指示は公表されれば役に立たなくなると考えています。この見解は正しくありません。サドグルはモンスーン雲のようなものです。 彼は惜しみなく注ぎ、つまり甘露のような教えを広く撒き散らします。私たちはこれらを心ゆくまで楽しみ、吸収し、それから何の躊躇もなくそれを他の人々に提供すべきです。この規則は、彼が目覚めている状態で私たちに教えることだけでなく、 彼が夢の中で私たちに与えるビジョンにも適用されるべきです。一例を挙げると、ぶったカうしクリしは夢で見た有名なラーム楽者ストートラを出版しました。愛情深い母親が健康のために苦くても有益な薬を子供の喉に無理やり飲ませるように、サイババは信者に精神的な教えを伝えました。 彼の方法は隠されたり秘密にされたりするのではなく、完全にオープンでした。彼の教えに従った信者は目的を達成しました。サドグルは、サイババのように私たちの知性の目を開き、自己の神聖な美しさを示し、私たちの優しい献身の気になる願いを満たします。これが行われると、 感覚対象に対する私たちの欲望は消え、ビベック、識別、トバイラギャ、無執着または無執着の双子の果実が私たちの手に渡り、眠っている間にも知識が芽生えます。これらすべては、私たちが聖者、サドグルと接触し、彼らに仕え、彼らの愛を確保した時に得られます。 信者の願いを満たしてくれる主は、私たちを助け、私たちの悩みや苦しみを取り除き、私たちを幸せにしてくれます。この進歩や発展は、すべてサドグルの助けによるものであり、サドグルは神自身とみなされています。したがって、私たちは常にサドグルに従い、彼の物語を聞き、 彼の足元にひれ伏して彼に仕えるべきです。さて、本題に入りましょう。しさて、さてしという名の紳士がいました。彼は何年も前、ムンバイの知事、霊教によって鎮圧されたクロフォード政権の時代に、ある程度の名声を得ていました。彼は商売で大損をしました。他の逆境も彼を悩ませ、 悲しく意気承沈させました。落ち着かなくなった彼は、家を出て遠い場所へ出かけることを考えました。人は普通、神のことを考えませんが、困難や災難に見舞われると、神に頼って救済を祈ります。彼の不徳が収束すれば、神は聖者との面会を手配し、 聖者は彼の幸福に関して適切な指示を与えます。さてしも同様の経験をしました。彼の友人たちは、心の平安と欲求の満足を得るために、サイババのダルシャンを受けるために体制の人が集まっているシルディーへ行くようにと彼に勧めました。彼はその考えを気に入り、 1917年にすぐにシルディーを訪れた。永遠のブラフマーのように自ら輝き、ひるいなく純粋なババの姿を見て、彼の心は落ち着きを取り戻し、穏やかで落ち着いた。彼は前世で積み重ねた孤独が自分をババの聖なるお足に導いたのだと思った。彼は強い意志の持ち主だった。 彼はすぐにぐるチャリトラのパラヤン、研究、を始めた。サプタ、7日間、での朗読が終わると、その夜、ババは彼にビジョンを与えた。それは次のようなものだった。ババは手にぐるチャリトラを持ち、前に座って注意深く聞いていたサテシにその内容を説明していた。目が覚めると、彼はその夢を思い出し、 とても幸せな気持ちになった。彼は自分の魂のように無知でいびきをかいている魂を目覚めさせ、グルチャリトラの甘露を味わわせてくれるババは、とても親切だと思った。翌日、彼はカカサヘブディクシットにこのビジョンを知らせ、その意味や重要性について、つまりイチサプタ、シューの読書で十分か、 それともまた始めるべきかについてサイババに相談するよう頼みました。カカサヘブディクシットは、適当な機会を得てババに尋ねました。でえば、このビジョンでサテ氏に何を示唆したのですかサプタをやめるべきか、続けるべきか彼は単純な信者ですから、彼の願いは叶えられるべきです。するとババは答えました。 彼はもう一回その本をサプタするべきです。その著作を注意深く研究すれば、信者は清らかになり恩恵を受けるでしょう。主は喜んで、属世の束縛から彼を救い出すでしょう。その時ヘマドパントがそこにいた。彼はババの足をシャンプーしていた。ババの言葉を聞いた時、彼は心の中で思った。 なんだ、査定氏はたった一週間読んで報酬を得たのに、私は40年間読んでいるのに何の結果もない。彼の7日間の滞在は実り多いものとなったが、私の7年間の滞在、1910年から1917年は無駄になった。茶宅取りのように、 私は慈悲深い雲、馬場がその蜜を私に注ぎ、その教えで私を祝福してくれるのをいつも待っているのだ。この考えが彼の心をよぎるやいなや、馬場はその場でそれを悟った。馬場がバクタたちのすべての考えを理解し、悪い考えを抑えて良い考えを奨励したのは、彼らの経験によるものであった。 ヘマドパントの心を読んだババは、すぐに彼に立ち上がってシャマ、マダブラオデシュパンデのところへ行き、彼からルピーを受け取るように言った、一号ルピーでダクシナとして彼としばらく座って雑談をし、それから戻ってきなさい。ババの心に慈悲が芽生え、この命令を出したのです。ババの命令に背く者がいるでしょうか ヘマドパントはすぐにモスクを出て、シャマの家に来ました。彼はちょうど沐浴を終え、ドータルを羽織っていました。彼は出てきて、ヘマドパントに尋ねました。どうして今ここにいらっしゃるのですかモスクから来たようですね。なぜ落ち着かず、落胆しているように見えるのですかなぜ一人でいらっしゃるのですか 私が礼拝を済ませて戻る間、座って休んでください。その間に、パンビダ、ハやベータナッツなど、お持ちください。それでは、楽しくおしゃべりしましょう。こう言って彼は中に入り、ヘマドパントは一人でベランダに座っていました。彼は窓に、ナートバグワットという有名なマラーティー語の本を見ました。これは、 サンスクリット語の大著であるバグワットの第11章に対する聖ジャ・エクナートの注釈です。サイババの提案または推薦により、バプサヘブ・ジョグ氏とカカサヘブ・ディクシット氏は、バガバッド・ギーターとそのマラーティー語の注釈であるババルタ・ディーピカまたはドゥニャネシュワリ、クリシュナと彼の友人であるシンジャ・アルジュナとの対話、とナスバガバッド、 クリシュナと彼の従者ウッダブとの対話、およびエクナートの別の大著であるババルタラーマーヤナを毎日読んでいました。信者がババの元に来て特定の質問をすると、ババは部分的に答え、バガバッドダルマの主要な論文である上記の作品の朗読を聞きに行くように言うことがありました。信者が行って聞くと、 質問に対する完全で満足のいく答えが得られました。ヘマドパントもナスバガバッドの一部を毎日読んでいました。その日、彼は毎日の読書文を終えず、モスクに行く信者たちに同行するため、読み終えずに残しておいた、シャマの窓から本を手に取り、何気なく開いたところ、驚いたことに、 読み終えていない部分が開いていた。彼は、ババがシャマの家に親切に送ってくれたのは、毎日の読書を終えられるようにしてくれたからだと思った。そこで、読み終えていない部分に目を通し、読み終えた、これが終わるとすぐに、礼拝を終えたシャマが出てきて、二人の間で次のような会話が交わされた。 ヘマドパンと、私はババからのメッセージを持ってきました。彼は私に、あなたからの抱く品として15ルピーを持って戻るように、またしばらくあなたと一緒に座って楽しいおしゃべりをしてからあなたと一緒にモスクに戻るように頼みました。シャマ、驚いて、あげるお金がありません。ルピーの代わりに、 私の15回のナマスカール、ヒレフシ、おばばへのダクシなとして受け取ってください。ヘマドパント、よし、ナマスカーは受け付けた。では、雑談をしよう。私たちの罪を滅ぼすババの物語やリーラを語ってくれ。シャマ、では、しばらくここに座ってください。この神、ババ、の遊び、リーラ。 は素晴らしいものですあなたもすでにご存知でしょう。私は田舎者ですがあなたは悟りを開いた市民です。ここに来てからあなたはさらにいくつかのリーラを見てきました。あなたにどのように説明すればよいでしょうか。では、これらの葉、貧乏の実、チュナをとってパンビダを飲み その間に私は中に入って着替えて出てきてください。数分後、シャマは出てきて、ヘマドパントと座って話をしました。彼は言いました。この髪、ババ、のリーラは計り知れません。彼のリーラには終わりがありません。誰がそれを見ることができますか彼はリーラで遊んだり、戯れたりしますが、 それでも彼はそれを超えています。影響を受けません。私たち田舎者は何を知っているでしょうか馬場自身はなぜ物語を語らないのですかなぜ彼はあなたのような学者を私のような愚か者のところに送るのですか彼のやり方は想像を絶します。彼らは人間ではないとしか言えません。この前置きの後、 シャマは付け加えました。私は今、あなたに話す物語を思い出しました。私はそれを個人的に知っています。信者が決然として決然としているように、ババの即座の反応もそうです。時々、ババは信者を厳しい試練にさらし、それから彼らに、ウパデーシュ、指示、を与えます。 ヘマドパントは、ウパデーシュという言葉を聞くとすぐに、稲妻が頭をよぎりました。彼はすぐに、サテシのグルチャリトラ朗読の話を思い出し、ババが彼をシャマのもとに送ったのは、彼の落ち着かない心に平穏を与えるためだったのかもしれないと考えました。しかし、彼はこの気持ちを抑え、 シャマの話に耳を傾け始めました。それらはすべて、ババが信者に対していかに親切で愛情深かったかを示していました。ヘマドパントはこれらすべてを聞いて喜びを感じ始めました。すると、シャマは次の話を語り始めました。ラダバイデシュムク夫人、ラダバイという名の老女がいました。 彼女はカシャバデーシュムクという名の母親でした。彼女はババの名声を聞いて、サンガムナーの人々と共にシルディーにやってきました。彼女はババのダルシャンを受けて大満足しました。彼女はババを心から愛し、ババを自分のグルとして受け入れ、ババからウパデーシュをいくらか受け取ろうと心に決めました。 彼女はババが彼女を受け入れず、ウパデーシュやマントラを与えない限り、死ぬまで断食しようと決心しました。彼女は宿舎にとどまり、3日間食べ物も水も一切口にしませんでした。私は老女のこの試練に恐れをなし、彼女のためにババに取りなしをしました。私は言いました。デーバよ。 あなたが始めたのは一体何ですかあなたはこんなに大勢の人を連れてきています。あなたはあの老婦人を知っていますね。彼女はとても頑固で、あなたに頼っています。彼女は、あなたが受け入れて指導してくださらないなら、死ぬまで断食すると決心しています。もしもっと悪いことが起こったら、人々はあなたを責め、 ババが彼女に指示を与えなかったために彼女が死んだというでしょう。ですから、彼女に慈悲を与え、祝福を与え、指示を与えてください。彼女の決意を見て、ババは彼女を呼び寄せ、次のように語りかけて考えを変えさせました。おお母よ、なぜ不必要な拷問を受けなければならないのですか あなたは私の母であり、私はあなたの子供です。私を哀れんで、私の話を聞いてください。私はあなたに私自身の話をします。あなたが注意深く耳を傾けるなら、あなたにとって良いこととなるでしょう。私にはグルがいました。彼は偉大な聖者であり、最も慈悲深い人でした。 私は長い間、とても長い間彼に仕えましたが、それでも彼は私の耳にマントラを吹き込むことはありませんでした。私は彼を離れることなく、彼と一緒にいて使え、どんな犠牲を払っても彼から何らかの指示を受けたいと強く願っていました。しかし、彼は彼自身のやり方を持っていました。 彼はまず私の頭を剃り、シ品として2パイ差を私に求めました。私はすぐに同じ額を与えました。私のグルは完璧だったのに、なぜお金を求め、どうして無欲であると言われるのかというかもしれません。その答えは、彼は決して効果を気にかけなかったということです。 彼と効果とは何の関係があったのでしょうか彼の二パイさとは、一、確固たる信仰と、二、忍耐または粘り強さでした。私は彼にこの二パイを渡しました。そして彼は喜んでいました。私は十二年間グルに頼りました。グルが私を育ててくれました。 食べ物や衣服に不足することはありませんでした。グルは愛に満ちていました。愛の化身と言ってもいいでしょう。どう表現したらいいでしょうか。グルは私を誰よりも愛してくれました。グルのような人は稀です。私がグルを見ると、グルは深い瞑想をしているように見え、私たちは二人とも私服に満たされました。 昼も夜も、私は上や乾きを一切考えずにグルを見つめました。グルがいないと、落ち着かなかったのです。私には他に瞑想する対象はなく、グル以外に関心を持つものもありませんでした。グルは私の唯一の避難所でした。私の心は常にグルに向けられていました。 この二種カッたる信仰はダクシナの一パイ差です。サブリ、忍耐または粘り強さはもう一パイ差です。私は辛抱強く待ち、グルに仕えました。このサブリがあなたをこの属性の存在の海を渡らせてくれるでしょう。サブリは全ての罪と苦悩を取り除き、様々な方法で災難を取り除き、 全ての恐怖を払いのけ、最終的に成功をもたらします。サブリは美徳の鉱山であり、良い考えの伴侶です。西田、信仰、とサブリ、忍耐、は双子の姉妹のように、お互いをとても親密に愛し合っています。私のグルは私にそれ以外のことは決して期待しませんでした。 彼は決して私を無視せず、常に私を守ってくれました。私は彼と一緒に暮らし、時々彼から離れていましたが、それでも彼の愛が欠けていると感じたことは一度もありませんでした。彼はいつもその視線で私を守ってくれました。ちょうど亀が近くにいても、岸の向こう側にいても、 愛情のこもった視線で子供に餌を与えるのと同じです。大母様、私のグルは私にマントラを何も教えてくれませんでした。では、どうやってあなたの耳にマントラを吹き込めばいいのでしょうか。グルの亀のような愛情のこもった視線が私たちに幸せをもたらすことを覚えておいてください。 誰からもマントラやウパデーシュを得ようとしないでください。私をあなたの思考と行動の唯一の対象にしてください。そうすれば、あなたは間違いなくパラマータ、人生の精神的な目標を達成するでしょう。心から私を見てください。そうすれば、私もあなたを見ます。このモスクに座って、 私は真実を語ります。真実だけを、サーダナや6つのシャーストラの熟達は必要ありません。あなたのグルに信仰と信頼を持ちなさい。グルは唯一の好意者、実行者であると信じなさい。グルの偉大さを知り、グルを張り、腹、ブラフマー、トリムルティーの化身と考える人は祝福されています。 このように教えられて、老婦人は馬場に頭を下げ、断食をやめたと確信しました。ヘマドパントはこの話を注意深く聞き、その重要性と適切さに気づき、とても嬉しい驚きを覚えました。馬場のこの素晴らしいリーラを見て、彼は頭からつま先まで感動し、喜びにあふれ、喉が詰まり、 一言も発することができませんでした。シャマは彼のこの状態を見て、どうしたのですかなぜ黙っているのですかババの数えきれないリーラをどう説明すればいいのですかと尋ねました。ちょうどその時、モスクの鐘が鳴り始め、正午の礼拝とアラティの儀式が始まったことを告げた。そこで、 シャマとヘマドパントはモスクへ急いだ。バプサヘブ・ジョグがちょうど礼拝を始めたところだった。女性たちはモスクの上にいて、男性たちは下の広場に立っていて、太鼓の伴奏に合わせて全員でアラティを合唱していた。シャマはヘマドパントを引っ張って上へ行った。彼はババの右側に座り、 ヘマドパントはババの前に座った。彼らを見てババはヘマドパントに、シャマが持ってきたダクシナを渡すように頼んだ。ヘマドパントは、シャマはルピーの代わりにナマスカールをしていて、彼自身がそこにいると答えた。ババは言った。さあ、お二人が雑談をしたかどうか教えてください。もしあったなら、 何を話したか全部教えてください。鐘や太鼓の音や合唱の歌を気にせず、ヘマドパントはババに話したことを熱心に話し始め、それを語り始めた、ババもまた聞きたくてたまらなかったので、枕元を離れて身を乗り出した、ヘマドパントは話したことはすべてとても楽しかったが、 特に老婦人の話は最も素晴らしく、それを聞いて、彼のリーラは説明のつかないものであり、その話のふりをして、彼は本当に彼を祝福したのだと思った。と語った。するとババは、その話は素晴らしい。どのように祝福されたのか私はあなたから全てを詳しく知りたいので、 それをすべて私に話してください。と言った。するとヘマドパントは、少し前に聞いて心に永続的な印象を与えていたその話を全部語った。これを聞いてババは非常に喜び、彼に尋ねた。その話はあなたに衝撃を与えましたかその意味を理解しましたか彼は答えました。はい、ババ。 私の心の落ち着きのなさは消え、私は真の平安と安息を得て、真の道を知るようになりました。それからババは次のように話されました。私の方法は非常にユニークです。この一つの話をよく覚えておいてください。とても役に立つでしょう。自己の知識、実現、終えるためには、 リアン瞑想が必要です。それを継続的に実践すれば、ブリッティー、微細な思考が静まります。全く欲望がなく、すべての生き物の中にいる神を瞑想すべきです。心が集中すると、目標が達成されます。知識の化身であり、意識であり、 私服である私の無形の本質を常に瞑想しなさい。それができないなら、ここで昼も夜も見ているように、頭のてっぺんからつま先まで私の姿を瞑想しなさい。これを続けると、あなたのブリッティは一点に集中し、ディアータ、瞑想者、ディアーナ、瞑想行為、 ディエや、瞑想対象の区別がなくなり、瞑想者は意識と一体となり、ブラフマーに溶け込みます。母、亀は川の一方の岸にいて、その子亀メは反対側にいます。母亀メは子亀メにミルクも温かさも与えません。愛情のこもった視線だけが子亀メに栄養を与えます。 小亀はただ母亀を思い出す、瞑想することだけをします。小亀にとって、亀の視線は唯一の栄養と幸福の源です。グルと弟子の関係も同様です。ババがこれらの言葉を発すると、アラティの歌の合唱は終わり、全員が一斉に大声で叫びました。純粋な意識、知識、私服である。 我らのサドグルサイマハラジに勝利あれ、親愛なる読者の皆さん、私たちが今、モスクの群衆の中に立っていると想像し、このジャイジャイカールに参加しましょう。アーラティの儀式が終わると、プラサードが配られました。バプサヘブ・ジョグがいつものように進み出て、ババに敬礼した後、 手のひらに砂糖菓子を一つかみ収めました。ババはこれをすべてヘマドパントの手に押し付けて、この物語を心に留めてよく覚えておけば、あなたの状態は砂糖菓子のように甘くなり、あなたの望みはすべて叶えられ、あなたは幸せになるでしょう、と言いました。ヘマドパントはババに頭を下げて懇願しました。 どうか私にもこのように恵みを与えてください。いつも私を祝福し、守ってください。ババは答えました。この物語を聞いて、瞑想し、その精神を吸収しなさい。そうすれば、あなたはいつも主のことを思い出し、瞑想するでしょう。主はあなたに姿を現されるでしょう。 親愛なる読者の皆様、ヘマドパントは砂糖菓子のプラサードを手に入れました。そして今、私たちはこの物語の砂糖菓子、つまりネクターのプラサードを手に入れます。心ゆくまでそれを飲み、瞑想し、吸収し、ババの温調によって強く幸せになりましょう。アーメン、第十九章の終わりごろ。 ヘマドパンとは他のいくつかの事柄についても取り上げており、以下にそれを示します。私たちの行動に関するババのアドバイス、ババの次の言葉は、一般の福祉に関わる貴重なものです。これを心に留めて行動に移せば、必ずあなたにとって良いこととなるでしょう。何らかの関係やつながりがない限り、 誰もどこにも行きません。人や生き物があなたのところにやってきたら、無礼に追い払わず、丁調に迎え、しかるべき敬意を持って接しなさい。乾いた人に水を、飢えた人にパンを、裸の人に衣服を、見知らぬ人に休憩場所としてベランダを与えれば、シ里リハリ、神、はきっと喜ばれるでしょう。 誰かがあなたからお金を欲しがっていて、あなたが与える気がない場合は、与えてはいけませんが、犬のように吠えてはいけません。誰かがあなたに対して何百ものことを言っても、辛辣な返事をして憤慨してはいけません。そのようなことを容認すれば、あなたは間違いなく幸せになるでしょう。世界がひっくり返っても、 あなたは今いる場所に泊まりなさい。自分の場所に立って、あなたの前を通り過ぎるすべてのものの章を静かに見守りなさい。あなたと私を隔てる相違の壁を破壊してください。そうすれば、私たちの出会いの道は明瞭に開けます。私とあなたという区別の感覚は、弟子を死から遠ざける障壁であり、 それが破壊されない限り、合一の状態は不可能です。アッラーマーリク、つまり神は唯一の所有者であり、他の誰も私たちの保護者ではありません。彼の仕事の方法は並外れており、貴重で、計り知れません。彼の意思が実行され、彼が私たちに道を示し、 私たちの心の欲求を満たします。私たちが一緒にいるのは、リナヌバンド以前の関係のおかげです。お互いを愛し、奉仕し、幸せになりましょう。人生の最高の目標を達成した人は不滅で幸せであり、他のすべての人は単に存在し、つまり息をしている限り生きているだけです。 良い考えを実らせる。サイババがいかに良い考えを奨励したかに注目するのは興味深いことです。愛と献身を持って完全に神に身を委ねなければならず、そうすれば神がずっとあなたを助けてくれることがわかります。ある成人は、眠りから目覚めた直後に良い考えが浮かんだとき、 そしてその後日中に同じ考えを育てれば、知性が開花し、心が穏やかになるだろうと言いました。ヘマドパントはこれを試してみたかったのです。ある水曜日の夜、寝る前に彼は明日は木曜日だ。縁起の良い日だし、シルディはとても神聖な場所だ。だから、一日中ラムナムを思い出して祝おうと考え。 眠りにつきました。翌朝、起きたとき、彼は何の苦労もなくラムの名前を思い出し、とても喜びました。朝の仕事を終えると、彼は花を持ってババに会いに行きました。リクシットワダを出て、ブティーワダ、現在のサマーディマンディールを通り過ぎていたとき、ババの前で、 あるオーランガバードカルがモスクで上手に歌っている美しい歌を耳にしました。その歌はエクナートのグルクリパンジャンパヨメールバイなどという歌で、その中で彼はグルの音調として洗礼を受け、それが視力を開き、眠っている時も、夢を見ている時も、起きている時も、 どこにいてもラーマを見ることができるようになった、と述べています。歌はたくさんありましたが、ババの信者であるオーランガ・バードカルが特にこの歌を選んだのはなぜでしょうか。これは、日中絶え間なくラーマナムを歌おうとするヘマドパントの決意を強めるためにババが仕組んだ奇妙な偶然ではないでしょうか。すべての聖者は、 バクタの野望を叶え、彼らをあらゆる災難から守り救うために、ラーム、神の名を唱えることの功能に同意し、それを強調しています。ウパデーシュの多様性、抽象者を非難。サイババは、指示を与えるのに特別な場所や時間は必要ありませんでした。必要な時はいつでも、 彼は自由に指示を与えました。かつて、ババノバクタ、シントが他の人々の前で誰かの悪口を言ったことがありました。彼は自分の功績を無視して、自分の兄弟の欠点にこだわり、非常に皮肉っぽく話したので、聞いている人々はうんざりしました。一般的に。 人々は不必要に他人を抽象する傾向があり、これが悪感情を引き起こすことがわかります。聖者は抽象を別の観点から見ています。彼らは水や石鹸などを使用して汚れを清めたり取り除いたりする方法はいろいろあると言いますが、抽象する人は彼自身の方法を持っています。 彼は舌によって他人の汚れ、欠点を取り除きます。従って、ある意味では、彼は自分が抽象した相手に恩義を負わせることになり、これに対して彼は感謝されるべきです。サイババには、抽象する人を正す独自の方法がありました。ババは全知全能によって、抽象者が何をしたかを知っていた。 そして、正午にレンディの近くで彼に会ったとき、ババは柵の近くでお仏を食べている豚を指さして言った。ミオ、なんと美味しそうにお仏を飲み込んでいるのか。あなたの行いもそれと似ている。あなたは思う存分同胞を罵り続けている。あなたは多くの乗り行きを積んだ後に人間として生まれたのに。 もしあなたがこのように振る舞うなら、シルディはあなたを何の助けにもならないだろう。言うまでもなく、バクタはその教訓を心に留めて立ち去った。このように、ババは必要な時にいつでも指示を与え続けました。これらのことを心に留めて行動すれば、精神的な目標、実現はそう遠くありません。 もし私の針、主がいれば、彼は私の寝床で私に食事を与えてくれるだろう、ということわざがあります。このことわざは食べ物と衣服に関してのみ真実ですが、これを信じて何もせず精神的な事柄に何もしない人は破滅します。自己実現を達成するには、最大限努力しなければなりません。 努力すればするほど、その人にとってより良いものになります。ばばは、自分は偏在し、地、空、世界、光、天国を超越し、特定の場所には存在しない、と言いました。そう思っている人たちの誤解を解くと、ばばは長さ三キュビと半の肉体に過ぎず、その姿で転生したのです。 そして、信者が昼も夜も完全な自己服従を持ってババを瞑想すれば、甘さと砂糖、波と海、目とその視界のように、ババとの完全な一体化を体験するのです。生と死の輪廻から逃れたい人は、心を穏やかに落ち着いて正しい生活を送るべきです。 人を傷つけるような厳しい言葉をかけてはいけません。常に善行に励み、義務を果たし、心と魂をババに明け渡すべきです。そうすれば何も恐れる必要はありません。完全にババを信頼し、ババのリーラを聞いて解き明かし、他のことは何も考えない人は、必ず自己実現を達成します。 ババは多くの人に、彼の名前を覚えて彼に服従するように求めたが、自分が何者なのか、私は誰かを知りたい人々に対しては、シュラバン、学習、トマナン、瞑想を勧めた。ある者には神の名を覚えるように、またある者には神のリーラを聞くように、 またある者には神のお足を崇拝するように。またある者にはアディアートマラーマーヤナ、ドニャネシュワリ、その他の聖典を読んで勉強するように進めた。ある者には彼の足元に座るように。ある者にはカンドーバの寺院に送り。ある者にはビシュヌの線の名前を繰り返し唱えるように。 またある者にはチャンドギャウパニシャッドとギータを学ぶように進めた。彼の指示にはいかなる制限も制約もなかった。彼は直接、あるいは原始や夢を通して指示を与えた。酒に溺れている人には、彼は夢の中に現れ、その人の胸の上に座り、それを押して、もう酒に手を出さないと約束させて立ち去った。 ある者には、彼は夢の中で、グルブラフマーのようなマントラを説明しました。ハタヨーガを実践していたある信者には、ハタヨーガの実践をやめて、静かに座って待つ、サブリ、ようにと告げました。彼のやり方や方法をすべて説明することは不可能です。通常の世俗的な取引では、 彼は行動によって模範を示しました。そのうちの一つを以下に示します。労働に対する報酬。ある日の正午、ババはラダクリシュナマイの家の近くに来て、はしごを持ってきなさい、と言いました。何人かの男がそれを持ってくると、ババの指示通りに家の壁に立てかけました。 ババはバマンゴンドカルの家の屋根に登り、ラダ・クリシュナマイの家の屋根を通り過ぎ、そして反対側の角から降りてきました。ババが何の目的を持っていたかは誰にもわかりませんでした。ラダ・クリシュナマイはその時マラリアで震えていました。熱を下げるためにそこに登ったのかもしれません。降りてすぐに、 ババははしごを持ってきた人たちにニルピー支払いました。誰かがババに、なぜこんなに高いお金を払ったのかと尋ねました。ババは、他人の労働を無駄にしてはいけない。労働者にはその報酬が速やかにそして惜しみなく支払われるべきだ。と答えました。ババが教えた原則に従えば、 つまり労働に対する報酬が速やかに満足のいく形で支払われれば、労働者はより良い結果を得て、労働者と雇用主の両方が利益を得ることになるでしょう。首里際にひれ伏せみんなに平安あれ。第20章、ダスガヌの問題はカカの助中によって解決された。この章で、ヘマドパンとは、 ダスガヌの問題がカカサヘブディクシットの助中によってどのように解決されたかを説明しています。予備、神はもともと形がなかった、信者のために形をとった、マヤの助けを借りて、宇宙という大きなドラマの中で役者の役を演じた、シュリサイユを思い出し、思い浮かべよう、シルディーに行って、 正午のアーラティの後のプログラムを注意深く見よう。アーラティの儀式が終わると、サイはモスクから出てきて、その端に立って、とても親切で、慈悲深く、愛情深い表情で信者たちにウディを配っていたものだ。信者たちもまた、同じ熱意で立ち上がり、サイの足を抱き、ウディの私服を味わった。 ババは信者たちの手のひらにウディを手渡し、自らの手で信者たちの額にウディの跡をつけた。ババが心から信者たちに抱く愛は限りない。それからババは信者たちに話しかけた。おお、バウよ、家に帰って昼食をとりなさい。アンナよ、宿舎に行きなさい。バプよ、食事を楽しんでください。このようにして、 彼は信者一人一人に声をかけ、彼らを家へ送りました。想像力を働かせれば、今でもこれらの光景を楽しむことができます。さあ、イを心の中に思い浮かべ、彼の足元から顔まで、謙虚に、愛情深く、経験に彼の前にひれ伏しながら瞑想しましょう。イシャウパニシャット。 ダスガヌはかつて、イシャウパニシャットのマラーティー語注釈を書き始めたことがあります。先に進む前に、まずこのウパニシャットについて簡単に説明しましょう。これは、ベーダのサンヒターのマントラに具体化されているため、マントロパニシャットと呼ばれています。これは、バジャサネイサンヒター、ヤジュルベーダの最後の章。 つまり第40章を構成しているため、バジャサネイサンヒトパニシャットと呼ばれています。ベーダのサンヒターに具体化されているため、ブラフマニアカとアーラニアカ、マントラと儀式に関する解説書にある他のすべてのウパニシャットよりも優れているとみなされています。これだけでなく、他のウパニシャットは、 イシャ・ウパニシャットで簡単に言及されている真理の注釈であるとみなされています。例えば、ウパニシャットの中で最大のものである、ブリハダラニアカウパニシャットは、パンディットサタワレカルによってイシャ・ウパニシャットの継続的な注釈であると考えられています。アールディー・ラナデ教授は、イャ・ウパニシャットは、かなり短いウパニシャットですが、 非常に鋭い洞察力を示す多くの事実が含まれています。18節という短い範囲で、アートマの貴重な神秘的な描写、誘惑と悲しみの真っただ中に平静を保つ理想的な賢者の描写、後に定式化されたカルマヨーガの教義の予兆が示されています。ウパニシャットの根底にある最も貴重な考えは、 知識ととと仕事いいううつののの相反すすするるももを論理的に統合するというものですこの2つは、ウパニシャットによれば、より高度な統合によって無効化される必要があります。ウパニシャット哲学の建設的調査、24ページ、別の箇所では、イショパニシャットの歌は、道徳的、神秘的、 刑事上学的知識の混合です。同書41ページと述べています。このウパニシャットについての上記の簡単な説明から、このウパニシャットを母国語に翻訳し、その正確な意味を引き出すことがいかに難しいかがわかります。ダスガヌはそれをマラーティー語の帯、陰律で一節ずつ翻訳しましたが、 ウパニシャットの要点や本質を理解していなかったため、自分の翻訳に満足しませんでした。満足できなかった彼は、自分の疑問や困難について何人かの学者に相談し、彼らと長時間議論しました。彼らは問題を解決せず、合理的で満足のいく説明もしませんでした。そのため、 ダスガヌはこの件について少し落ち着かなかったのです。サドグルは説明する能力と資格があるだけである。すでに述べたように、このウパニシャッドはベーダの真髄です。それは自己実現の科学であり、生と死の束縛を断ち切り、私たちを自由にするがま、あるいは武器です。したがって、彼は、 自己実現を達成した自分自身だけが、ウパニシャッドの真の、あるいは正しい解釈を彼に与えることができると考えました。誰も出すガヌを満足させることができなかったとき、彼はこれについてサイババに相談することを決心しました。シルディに行く機会があったとき、彼はサイババに会い、彼の前にひれ伏して、 イシャウパニシャッドについての困難を述べ、正しい解決法を与えてくれるように頼みました。サイババは彼を祝福して言いました。心配する必要はありません。その件については何も難しいことはありません。カカの女中、カカサヘブ・リクシットが、 あなたが家に帰る途中のビルパールであなたの疑問を解決してくれるでしょう。その場にいてこれを聞いた人々は、ババが冗談を言っているのだと思い、読み書きのできない女中が、どうしてこのような神秘的な難問を解けるというのかと言いました。しかし、出すがぬはそうは思いませんでした。 ババの言葉はブラフマー、全能の神の命令であるため、ババが話したことは何でも実現するはずだと彼は確信していたのです。カカの女中、ババの言葉を完全に信じて、彼はシルディーを離れ、ビルパール、ムンバイ郊外に来て、カカサヘブリクシットのところに滞在しました。翌日、 そこでダスガヌが朝の昼寝を楽しんでいたとき、礼拝中だったという人もいます。彼は貧しい少女が澄んだ美しい歌を歌っているのを耳にしました。その歌のテーマはシンクのサリーで、それはなんて素敵なのだろう、その刺繍はなんて細かいのだろう、その縁取りはなんて美しいのだろう、などでした。 彼はその歌がとても気に入ったので外に出て行って、歌っているのはカカサヘブの召使いであるナムヤの妹である若い少女であるのを見ました。その少女は食器を掃除していて、身には破れたボロ布を一枚まとっていました。その少女の貧しい状況と幸福な気質を見て、ダスガヌは彼女に同情しました。 そして翌日、ラオバハドゥル、ミュージックビデオ、プラダンが彼にドータール1組を与えると、彼は貧しい少女にもサリーを与えるように頼みました。ラオバハドゥルは上等なチルディ、小さなサリーを買って彼女に送りました。飢えた人が美味しい料理を食べるように、彼女の喜びは限りありませんでした。翌日、 彼女は新しいサリーを着て、とても嬉しくて陽気な気持ちでくるくる回り、踊り回り、他の少女たちとフガディで遊びました。その次の日、彼女は新しいサリーを家の箱に入れておき、古くて破れたボロ布を身につけてやってきましたが、前日と同じように陽気そうでした。 これを見たダスガヌの哀れみは称賛に変わりました。彼は、少女は貧しく、破れたボロ布を着なければならなかったが、今は新しいサリーを持っていて、それを取っておいて古いボロ布を羽織り、悲しみや落胆の跡形もなくかっ歩したのだと思いました。こうして、彼は、私たちの痛みや喜びの感情はべて、 心の態度によって決まることに気づきました。この出来事について深く考えた結果、彼は人は神があらゆるものを取り囲んでいるという確固たる信念のもと、神から授かったものを楽しむべきであり、神から授かったものはすべてその人の利益になるに違いない。と悟りました。この特定のケースでは、 貧しい少女の貧しい状況。彼女の破れたボロ布と新しいサリー。寄付者、受蔵者、取引は全て神の一部であり、神によって浸透されていました。ここで、ダスガヌはウパニシャットの教訓。つまり、何が起きてもそれは神によって定められており。 最終的には私たちにとって良いことだという信念を持って、自分の運命に満足するという教訓を実際に実証しました。ユニークな教授法、上記の出来事から、読者はババの方法が独特で多様であったことがわかるでしょう。ババはシルディを離れることはなかったものの、サーダナを修行させるために、 あるものをマチンドラガドへ、あるものをコールハープルやソラプルへ送りました。あるものにはいつもの姿で現れ、あるものには昼夜を問わず目覚めている時や夢を見ている時に現れ、彼らの欲求を満たしました。ババがバクタに教えを伝えるために使用した方法をすべて記述することは不可能です。この特定のケースでは、 彼はダスガヌをビルパールへ送り、そこで彼は女中を通じて問題を解決しました。ダスガヌを追い払う必要はなかった。ババが直接彼に教えることもできたはずだという人々に対して、私たちは、ババは正しい、あるいは最善の道を歩んだのだと言います。そうでなければ、ダスガヌは、 かわいそうな女中とそのサリーに主が宿っていたという大きな教訓をどうやって学ぶことができたでしょうか。さて、このウパニシャットについてのもう一つの美しい抜粋でこの章を締めくくります。医者の倫理、医者ウパニシャットの主な特徴の一つは、それが提供する倫理的なアドバイスです。興味深いことに、ウパニシャットの倫理は、 そこに示された刑事上学的立場に明確に基づいています。ウパニシャットの冒頭の言葉は、神はすべてのものに浸透していると述べています。この刑事上学的立場からの必然的な帰結として、それが提供する倫理的なアドバイスは、人は神がすべてのものに浸透しているので、 神から授かるものはすべて良いものであるに違いないという確固たる信念のもと、神が授けるものを楽しむべきである、というものです。当然のことながら、ウパニシャットは他人の財産を欲しがることを禁じています。実際、ここで私たちは、何が起ころうとも神によって定められており、 したがってそれは私たちにとって良いことだという信念のもと、自分の運命に満足するという教訓を教わっています。もう一つの道徳的助言は、人間は自分の一生を常に行動、特にシャーストラで命じられたカルマを神の意志に服従しながら行うべきであるというものです。このウパニシャットによれば、 無活動は魂の腐敗となります。このように行動することに一生を費やして初めて、人間は内ュカルミアの理想に到達することを望むことができます。最後に、テキストは、すべての存在を事故の中に見、すべての存在の中に事故が存在するとみなし、 すべての存在と存在するすべてのものが事故になっている人間が、どうして夢中になることができるのか、と述べています。そのような人間が悲嘆する根拠は何でしょうか。嫌を、夢中、悲嘆は、すべてのものの中にアート間を見ることができないことから確かに生じます。しかし、すべてのものの一体性を理解し、 すべてのものが事故になっている人間は、イプソファクト、人類の一般的な弱点に影響されなくなるはずです。ベルバルカール氏とラナデウジ著創造の時代。169から170ページ。首里祭にひれ伏せみんなに平安あれ。第21章。1、VH タクル。2、アナントラオパタンカー及び。 3. パンダープールプリーダーの物語。この章で、ヘマドパントは、ビナヤック・ハリシュチャンドラ・タクル、BA、プーナのアナントラオパタンカール、パンダルプルの弁護士の物語を語ります。これらの物語はすべて非常に興味深いもので、注意深く読んで理解すれば、読者を精神的な道へと導くでしょう。 予備、過去生の孤独の蓄積という形での幸運によって、私たちは聖者との交わりを求め、それによって恩恵を受けることができるというのが一般的な規則です。この規則の例として、ヘマドパントは彼自身の例を挙げています。彼は長年、ムンバイ郊外のバンドラの駐在知事でした。 ピルムラナという名の有名なイスラム教の聖者がそこに住んでいて、多くのヒンズー教徒、パールシー教徒、その他様々な宗教を信仰する人々が彼のもとを訪れ、ダルシャンを受けていました。彼のムジャバル、司祭であるユヌスは、ヘマドパントに何度も会いに行くように進めましたが、 何らかの理由で彼は彼に会うことができませんでした。何年も経ってから彼の番が来て、シルディに呼ばれ、そこでサイババのダルバールに永久に登録されました。不運な人は聖者とのそのような接触を得ることはできません。それを得るのは幸運な人だけです。成人の設立、この世には、 太古の昔から成人の組織が存在してきました。様々な聖人が、それぞれに割り当てられた使命を果たすために、様々な場所に現れ、転生し、異なる場所で働いていますが、彼らはいわば一つです。彼らは全能の種の共通の権威のもとに一致団結して働き、 各人が自分の場所で何をしているかを十分に理解し、必要に応じてその仕事を補います。これを示す例を以下に示します。タクル氏、VH タクール氏、BA は税務署の事務員で、かつて調査隊と共にベルガオン、南マイソール地方、近くのバドガオンという町を訪れたことがあります。 そこで彼はカナラ人の少女、アッパ、に会って、その前にお辞儀をしました。その聖者は、ニシャルダス、ベーダアンタの標準的な著作の、のビチャールサーガルという本の一部を聴衆に説明していました。タクールが立ち去ろうとした時、彼は聖者にこう言いました。あなたはこの本を勉強すべきです。そうすれば、 あなたの願いは叶います。そして、将来、職務を遂行するために北へ行ったとき、幸運にも偉大な聖者に出会うでしょう。その時その聖者はあなたに将来の道を示し、あなたの心に安らぎを与え、あなたを幸せにしてくれるでしょう。それから彼はジュンナールに転属させられ、 そこへはナネガートを渡っていかなければなりませんでした。このガートは非常に険しく困難で、水牛以外の乗り物では渡ることができませんでした。そのため彼は水牛に乗ってガートを通らなければなりませんでしたが、それは彼にとって非常に不便でした。その後彼は昇進してカリアンに転属させられ、 そこでナナサヘブ・チャンドル・カールと知り合いました。彼は彼からサイババについて多くを聞き、サイババに会いたいと思いました。翌日、ナナサヘブはシルディに行かなければならず、タクルに同行するように頼みました。彼は民事訴訟のために棚民事裁判所に出廷しなければならなかったので、同行できませんでした。 そのためナナサヘブは一人で行きました。タクルは棚に行きましたが、そこで訴訟は延期されました。それから彼はナナサヘブに同行しなかったことを後悔しました。それでも彼はシルディに向けて出発し、そこに着くと、ナナサヘブは前日にその地を去っていたことがわかりました。 そこで出会った他の友人たちが彼をババのところに連れて行った。彼はババを見て、その足元にひれ伏し、大喜びした。彼の目には涙が溢れ、髪は逆だった。そしてしばらくして、前地のババは彼に言った。この場所の道は、カナラ人の聖者アッパの教えほど容易なものではなく、 ナネガートでの水牛乗りほど容易なものではない。この霊的な道では、最善を尽くさなければならない。非常に困難だ。タクールは、彼だけが知っているこの意味深な言葉を聞いて、大喜びした。彼は、カナラ人の聖者の言葉が真実になったことを知った。そして両手を合わせてババの足元に頭を置き、 受け入れられ祝福されるようにと祈った。すると、ばばは言った。アッパがあなたに言ったことは正しいが、これらのことは実践し、生きなければならない。ただ読むだけではダメだ。読んだことは自分で考え、実行しなければなりません。そうでなければ役に立ちません。 グルの音調と自己実現のない単なる書物の学習は役に立ちません。理論的な部分はタクルの著作、ビチャールサーガルから読まれましたが、実践的な方法はシルディーで彼に示されました。以下に挙げる別の物語は、この真実をより力強く示しています。アナントラオパタンカール。 プーナ出身のアナントラをパタンカールという名の紳士がババに会いたいと望みました。彼はシルディに来てババのダルシャンを受けました。彼の目は満たされ、とても喜んでいました。彼はババの足元にひれ伏し、きちんと礼拝をした後、ババに言いました。私はたくさん本を読み、ベーダ、ベーダンタ、 ウパニシャットを学び、プラーナをすべて聞きましたが、それでも心の平安が得られず、私が読んだことはすべて無駄だったと思います。単純で無知な信心深い人の方が私よりも優れています。心が穏やかにならない限り、書物で学んだことは役に立ちません。多くの人から、 あなたはただの視線と力強い言葉で多くの人に簡単に心の平安を与えると聞きました。だから私はここに来ました。どうか私を憐れんで祝福してください。するとババは彼に次のような例え話をしました。9つの瓶の玉の例え話、ナバビダバクティ、かつて、一人の商人がここに来ました。 彼の前を一頭のメス馬が瓶、九つの弁玉を持って通り過ぎました。商人は探求心に燃え、ドータールの端を広げてその中に九つの弁玉をすべて集めました。こうして彼は心の集中、平穏、終えました。パタンカール氏はこの物語の意味を理解できなかったので、ガネーシュダモダール、 別名だだけるカールに、ババはこれによって何を意味しているのですかと尋ねました。彼は答えました。私もババが言ったことや意味していることを全て知っているわけではありませんが、彼のインスピレーションに従って、私が知っていることを話します。馬は神の恩朝であり、 排泄される9つのボールはバクティの9つの形またはタイプ。すなわち、1、シュラバン、聞くこと。2、キルタン、祈ること。3、スマラン、思い出すこと。4、パダセバン、足に頼ること。5、アルちゃん、崇拝。6、ナマスカール、お辞儀7、打者、奉仕。8、 サキャム、友情。旧アートマニベーダン、事故の明け渡し、です。これらがバクティの9つのタイプです。これらのうち一つでも忠実に守られれば、主張は喜んで信者の家に姿を現すでしょう。すべてのサーダナ、すなわちジャパ、発生礼拝、タパ、苦行、ヨーガの修行、 聖典の学習とその解説は、バクティ、すなわち献身が伴わない限り、全く役に立ちません。ベーダの知識や偉大なドニャニとしての名声。単なる形式的なバジャン、礼拝は役に立ちません。必要なのは完全な献身です。自分自身を真理の商人または探求者と考え。 彼のように9種類の献身を集めたり培ったりすることに熱心になり、熱心に取り組んでください。そうすれば、安定と心の平安が得られます。翌日、パタンカールがババに挨拶に行った時、彼は9つの弁玉を集めたかどうか尋ねられました。すると彼は、自分は貧しい人間なので、 まずババの恵みを受ければ集められるだろうと言いました。するとババは彼を祝福し、慰め、彼は平安と幸福を得るだろうと言いました。これを聞いて、パタンカールは大喜びし、幸せになりました。パンダルプルの弁護士。この章の最後は、ババの全知と、ババが全知を使って人々を正し、 正しい道に導いたことを示す短い物語で締めくくろう。かつて、パンダルプルの弁護士がシルディにやってきて、モスクに行き、サイババを見て、彼の足元にひれ伏し、頼まれもしないのに抱く品を捧げ、隅に座り、そこで行われている話を聞きたがっていた。するとババは顔を彼の肩に向け、 人々はなんとずる賢いのだろう。彼らは足元にひれ伏し、抱く品を捧げるが、後ろでは罵倒する。驚くべきことではないかと言った。この帽子、発言は弁護士にぴったりだったので。彼はそれを被らなければならなかった。誰もその発言を理解しなかった。弁護士はそれを掴んだが、黙っていた。 彼らが和田に戻ったとき、弁護士はカカサヘブディクシットに行った。ババの言ったことは全く正しかった。そのや、発言は私に向けられたもので、他人を罵ったり中傷したりしてはならないというヒントでした。パンダルプルの副裁判官またはムンシフ、ヌールカー氏が健康回復のためにここに滞在していたとき、 パンダルプルの酒場でこの件についての議論が交わされていました。そこでは、副裁判官が患っていた病気が、薬を使わずに裁判場に従うだけで治りそうかどうか、副裁判官のような教養のある人がそのような方法に頼るのは適切かどうかが語られ、議論されました。副裁判官は、裁判場同様、 非難されました。私もこの事件に関与しており、今、裁判バ,バは私の行為の不適切さを示しました。これは私に対する叱責ではなく、行為であり、教訓であり、他人のスキャンダルや抽象にふけったり、他人の事柄に不必要に干渉したりしてはならないというものです。 シルディはパンダルプルから約50コス、コス3マイルイコール4.8キロメートル、離れていますが、それでも全地のババはバーで何が起こったか知っていました。川、ジャングル、山々といった中間の場所は、すべてを認識するババの視界を遮るものはなく、ババはすべての人の心を見たり呼んだりすることができ、 彼から隠されたものや隠されたものは何一つありませんでした。遠くても近くても、すべてが彼にとっては日光のように広く開かれ、明瞭でした。人は遠くても近くにいても、すべてに浸透しているサイバ場の視線を避けることはできません。この出来事から、弁護士は他人の悪口を言ったり、 不必要に批判したりしてはならないという教訓を得ました。こうして、彼の邪悪な傾向は完全に取り除かれ、彼は正しい道を歩むようになりました。この物語は弁護士に関するものですが、すべての人に当てはまります。したがって、すべての人がこの教訓を心に留め、そこから利益を得るべきです。 サイババの偉大さは計り知れません。彼のリーラも素晴らしいです。彼の人生もまたそうです。なぜなら彼はパラブラフマー、全能の神の化身だからです。首里祭にひれ伏せみんなに平安あれ。第22章。蛇に噛まれた人々からの救出。1、バラサヘブミリカール。2、バプサヘブブティ。三 アミール・シャッカー、4、ヘマド・パント、ジャの退治に関するババの意見。予備、ババを瞑想するにはどうすればいいのでしょうか。全能者の性質や姿を解明できた人は誰もいません。ベーダや線の下を持つ聖者でさえそれを完全には説明できず。信者たちもそれを知ることはできず。 ただ主の姿を見つめることしかできません。なぜなら、彼らは主の足が唯一の避難所であることを知っているからです。彼らは、聖なる足に瞑想する以外に、人生の最高の目的を達成する方法を知りません。ヘマドパントは次のように、信仰と瞑想の簡単な方法を提案しています。 毎月の暗い半週間が徐々に短くなるにつれて、月の光も同じ程度に弱まり、新月の日には全く月が見えなくなります。したがって、明るい半週間が始まると、人々は月を見ることを非常に待ち望みます。最初の日は月が見えず、二日目には細い三日月として現れます。次に、 人々は木の2本の枝の間の隙間から月を見るように言われます。人々がこの隙間から熱心に見始めると、遠くの小さな三日月が彼らの視界に入ります。この例に習って、ババの姿を見てみましょう。ババの姿勢を見てください。なんと素晴らしいことでしょう。彼は足を組んで座り、 右足を左膝の上に置きます。左手の指は右足の上に広げられています。つま先には人差し指と中指の2本の指が広げられています。この姿勢によってババはこう言っているように思えます。私の真の姿を見たいなら、無我で謙虚になり、 人差し指と中指の間の隙間から私のつま先を瞑想しなさい。そうすれば私の光が見えるようになるでしょう。さて、ババの生涯に目を向けてみましょう。シルディはババが滞在したため巡礼の地となっていました。あらゆる方面から人々が集まり始め、止める者も,も貧しい者も,も、 様々な意味で恩恵を受け始めました。ババの限りない愛と素晴らしい知識、そして偏在性を誰が説明できるでしょうか。これらを体験できた人は幸いです。ババは、ある意味ではブラフマーについての論文である長い沈黙を守っていました。またある時は、信者に囲まれた純粋意識、至福の化身でした。 例え話をするときもあれば、基地とユーモアに富んだときもありました。非常に落ち着いているときもあれば、激怒しているように見えるときもありました。教えを簡潔に伝えるときもあれば、長々と議論するときもありました。多くの場合、非常に率直でした。このようにして、多くの人々に、 彼らの必要に応じて様々な指示を与えました。従って、彼の人生は不可解で、私たちの心、知性、言葉の理解を超えたものでした。彼の顔を見たい、彼と話したい、彼のリーラを聞きたいという私たちの絶望は決して満たされることはなく、それでも私たちは喜びで溢れていました。 私たちは雨の降る量を測り、川袋に風を捉えることができますが、彼のリーラを測れる人は誰でしょうか。ここで私たちは、リーラの一側面、つまり彼がどのようにして信者の災難を予測し、未然に防ぎ、適切なタイミングで警告したかを取り上げます。バラサヘブ・ミリカール。 サルダアルカカサヘブミリカルの息子であるバラサヘブミリカルは、コペルガオンのマムラトダルでした。彼はチタリへ旅行中でした。その途中で、サイババに会うためにシルディに立ち寄りました。彼がマスジドに行き、ババの前にひれ伏したとき、健康やその他の事柄に関するいつもの会話が始まりました。その時、 ババは警告の音を鳴らしました。私たちのドワラ構えを知っていますかバラサヘブは理解できなかったので、黙っていました。ババは続けました。あなたが座っているのが私たちのドワラ構えです。彼女は、彼女の膝の上に座る子供たちのあらゆる危険と不安を追い払います。 このますじどまい、その主催神は非常に慈悲深く。単純な信者たちの慈悲深い母であり、災難から彼らを救います。ひとたび彼女の膝に座ると、すべての悩みは終わります。彼女の陰で休む者は私服を得ます。それからババは彼にウディを与え、手を彼の頭に置きました。 バラサヘブが立ち去ろうとしたとき、彼は再び言いました。あなたはランバババ、長い紳士、つまりヘビを知っていますかそれから、左拳を握り、それを右肘の下に持ってきて、左腕をヘビの頭巾のように動かしながら言いました。彼はとても恐ろしいが、ドわラカマイの子供たちに何ができるだろう ドわラカマイ、その主催神が守ってくれるのに、ヘビに何ができるだろう。その場にいた全員が、このことすべてとミリカールとの関連について知りたがっていましたが、誰もババに尋ねる勇気がありませんでした。その後、バラサヘブはババに挨拶し、シャマと一緒にモスクを後にしました。ババはシャマを呼び戻し、 バラサヘブに同行してチタリ旅行を楽しむように頼みました。シャマはバラサヘブのところに来て、ババの希望通り一緒に行くと言いました。バラサヘブは都合が悪いので来る必要はないと答えました。シャマはババのところに戻り、バラサヘブが言ったことをババに伝えました。ババは言いました。わかった。行かなくていい。 私たちは善意を持って前行をすべきだ。起こる運命にあることは起こるのだ。その間に、バラサヘブはもう一度考え直し、シャマに電話して、同行するように頼んだ。それからシャマは再びババの元へ行き、ババと別れた後、バラサヘブと共にトンガへ出発した。彼らは午後九時にチタリに到着し、 マルーティ寺院に野営した、事務員はまだ来ていなかったので、彼らは寺院に座って、話したり雑談したりしていた。バラサヘブはマットの上に座って新聞を読んでいた。彼のうぱらに上半身のドータールは腰に広げられており、その上にヘビが人知れず座っていた。ヘビはシューという音を立てて動き始め、 その音が下男に聞こえた。下男はランタンを持ってきてヘビを見て。ヘビだ、ヘビだと警報を鳴らした。バラサヘブは怖がって震え始めた。シャマもまた唖然とした。それから、彼と他の人たちは静かに移動し、手に棒や梱棒を持った。ヘビはゆっくりと腰を下り、バラサヘブから離れ。 すぐに殺されました。こうして、ババによって予言されていたこの災難は回避され、バラサヘブのババへの信仰が確証されました。バプサヘブブティ、ナナサヘブデングルという名の偉大な先制術師が、当時シルディにいたバプサヘブブティに、今日はあなたにとって縁起の悪い日です。命が危険にさらされていますと言いました。 このことでバプサヘブは落ち着かなくなりました。彼らがいつものようにマスジドに来ると、ババはバプサヘブに、このナナは何と言っているのですかあなたの死を予言しています。恐れる必要はありません。死がどのように人を殺すか見てみましょうと彼に伝えてください、と言いました。その後、その日の夕方遅くに、 バプサヘブは用を足すために便所に行きましたが、そこでヘビを見ました。メシスカイがそれを見て、石を持ち上げて叩きました。バプサヘブはメシスカイに大きな棒を持ってくるように言いましたが、メシスカイが棒を持って戻ってくる前に、蛇が動いてすぐに消えるのが見えました。 バプサヘブは恐れを知らないというババの言葉を思い出しました。アミール・シャッカー。アミール・シャッカーは、コペルガオンタルカのコルハレ村の生まれで、肉屋カースと二属していました。バンドラ、ムンバイ、で仲買人として働き、そこではよく知られていました。かつてはリウマチを患い、ひどい痛みに襲われました。その後、 あッたー、神を思い出し、仕事を辞めてシルディに行き、病気が治るようババに祈りました。するとババは彼をチャバディに配置しました。当時のチャバディは湿気が多く不健康な場所で、そのような患者には不向きでした。アミールにとっては、村の他の場所やコルハレ自体の方が良かったでしょうが。 ババの言葉が最高の薬でした。ババは彼がモスクに来ることを許さず、朝晩チャバディに彼を止めました。ババは一日おきに行列を組んでチャバディに行き、そこで眠ったので、アミールはババと頻繁に連絡を取っていました。アミールはまるまる9ヶ月間そこに滞在しましたが、その後、その場所が嫌になりました。 そこで、ある夜、彼はこっそりとその場所を離れ、コペルガオンに行き、ダルマシャラに滞在しました。そこで、彼は、水をくれと頼む、年老いた死にかけの行者に会いました。アミールはそれを持ってきて、行者に与えました。彼がそれを飲むとすぐに、彼は亡くなりました。今やアミールは困り果てていました。 彼は自分が当局に行って報告すれば自分がその死の責任を問われるだろうと考えました。なぜなら彼は最初で唯一の情報提供者でありそのことについて何かを知っていたからです。彼はババの許可なくシルディを去ったという自分の行動を悔い改めババに祈りました。そして シルディに戻ることを決心し、その夜、道中ずっとババの名前を思い出してつぶやきながら撤退し、夜明け前にシルディに到着し、不安から解放されました。そして、彼はババの願いと命令に完全に従ってチャバディに住み、治癒しました。ある晩、真夜中にババが叫んだ、ああ、アブドゥル。 悪魔のような生き物が私のベッドの脇にぶつかっている。アブドゥルはランタンを持ってきて、ババのベッドを調べたが、何も見つからなかった。ババは彼に、その場所全体を注意深く調べるように言い、里下で地面を叩き始めた。ババのこのリーラを見て、アミールは、 ババはそこにヘビがいるのではないかと疑ったのかもしれないと思った。アミールはババと密接に接することで、ババの言葉と行動の意味を知ることができた。その時、ババはアミールのクッションの近くで何かが動いているのを見た。彼はアブドゥルに明かりを持ってくるように言い、彼が明かりを持ってくると、 ジャガトグロを巻いて頭を上下に動かしているのが見えた。すると、ヘビはすぐに殴り殺された。こうして、ババはタイムリーに警告を発し、アミールの命を救った。ヘマドパンとサソリとヘビ。1、ババの勧めで、カクサヘブディクシットは毎日、シュリエクナーとマハラジの2冊の著作。 すなわちバグワットとババルタラーマーヤンを読んでいました。ヘマドパントは、その著作の朗読の聴衆の一人になるという幸運に恵まれました。ある時、ラーマーヤンから、ハヌマーンが母親の教えに従ってラーマの偉大さを試したという部分が朗読されていた時、聴衆全員が魅了されました。 ヘマドパントもその一人でした。大きなサソリ、どこから来たのか誰も知りませんでした。が、ヘマドパントの右肩、ウパラに、ジョーノドータル、に飛び乗って止まりました。最初は気づかれませんでした。しかし、主は自分の話を聞こうとするものを守るので、彼は何気なく右肩越しにちらっと見て、 それに気づきました。そこは少しも動かず、静まり返っていました。まるでサソリも朗読を楽しんでいるかのようでした。すると主の恩寵により、ヘマンドパントは聴衆を邪魔することなく、ドータルの両端を取って折りたたみ、中にサソリを閉じ込めた。それから外に出て、それを庭に投げた。に 別の機会に、日暮れ直前、カカサヘブの罠の上の階に何人かの人々が座っていたとき、一匹のヘビが窓枠の穴から這い出て、とぐろを巻いて座っていた。明かりがもたらされた。ヘビは最初は目がくらんだものの、じっと座ったまま頭を上下に動かしていた。 すると多くの人々が棍棒や棍棒を持って駆けつけたが、ヘビは不便な場所に座っていたため、打撃を与えることができなかった。しかし、人々の声を聞くと、ヘビは同じ穴から急いで出て行った。すると、そこにいたすべての人が安心した。馬場の意見、すると、ムクタラムという名の信者が、 かわいそうな生き物が逃げたのはよかったと言った。ヘマドパントは、ヘビは殺した方がいいと言って彼に異議を唱えた。彼らの間では激しい議論が交わされた。前者はヘビやその種の生き物は殺すべきではないと主張し、後者は殺すべきだと主張した。夜になり、議論は決着がつかないまま終わった。翌日、 その質問はババに委ねられ、ババは次のように格好たる意見を述べた。神は、蛇であろうとサソリであろうと、すべての存在と生き物の中に宿っている。彼は世界の偉大なる暗殺者であり、じゃ、サソリなどのすべての生き物は彼の命令に従う。彼が望まない限り、誰も他者に危害を加えることはできない。 世界はすべて彼に依存しており、誰も独立してはいない。だから私たちはすべての生き物を憐れんで愛し、殺すことをやめ、忍耐強くあるべきだ。主、神はすべてのものの守護者だ。首里祭にひれ伏せみんなに平安ある。